伝え方だろ、うん、あのコロナ禍に入って極端にこういう絵が少なくなったっていうのはまずゴールあの試合前に大旗ブワーって上げてサポーターがなんかこう一斉に手を広げてなんかちゃんとやってるみたいなのを、うん、あの特に地上波のダイジェスト系番組はもう定番のようにまずそこから撮ってるんですよ、うんうん、もうスタジアムにいるとよくわかる、うん、まずカメラクルーがまず来ますよね、30分40分前に行って、うん、ピッチで案内練習が始まった瞬間に、うん、カメラの角度がいきなりスタンドに向いて、うん、その待ってるわけ、うん、そのサポーターがそういうなんか、うん、なんかやるのを待ってるで、うん、サポーターもっていうか、まあ、僕もそういう時代があったから、うん、昔のスーパーさんがそんな感じ来てるぞと、今日 TBS 来てるからとそういう絵撮りてんだろっていうのもなんとなくもう合うんでわかるから、うん、そうクルーを見て、あ、こちら今ピッチの絵を撮りたくて、スタンドの絵を撮りたがってるから、もうあの、TBS 3、4人みたいな感じで、今まではめんどくさいからやってないから、じゃあちょっとやるかっつって、わざと、あの、弾幕出してあげたりしてっていう、その、なんか、結構これ予定調和の話なんだけど、でも、伝える側って、お決まりのようにそれ撮って、選手入場を、あの、正面から撮って、うん、あの、うん、後ろから撮るんじゃなくて、ピッチレベルのカメラマンさんの、うん、だんだんこっちに選手が来る。選手と、あの、特に、あの、審判がボールをポンって撮っていく絵を、必ず編集マン使って、パンって切り替えて、キックオフ、ゴールシーン、バンバンって、それを3分にまとめて、はい、位置上がりっていうのがもう、ルーティーンのような定番の時代があったんだけど、明らかにコロナ禍だったら、まずその絵ないよね、みたいな。ない。つまり、見せ方の工夫で、今まで普通にやれてたことができなくなった時にですよ、うん、こっからが工夫じゃないですか。そうなんです、ね。それでも何を取るかっていうことが伝える側のこの腕の見せ所で、ね、この時に、ね、多分個人差が出ると思うのも、うん、ディレクターなりカメラマンなり、うん、その現場にいるサッカーを伝えるぞ、何かを表現するぞっていう人間の気量、気量だね。そう、日頃からどれだけサッカーに対するあれを広げてるかで、うんうん、確かに。でね、僕、この間、ちょっとね、あ、バモに言われたのか、誰か、複数の人に言われたんだけど、あれ見ましたよ、参謀長って言われて。またあれだよ。またエスペラーサの話しちゃうけどさ、うん。クリスタルでも言ったんだけど。クリスタルでも言った。俺はあの絵好きなのよ。バモにも言われたけど、他の人にも言われたの。うん、ああいう絵撮るのって、やっぱ参謀長だけしかいないっすねって言われたのは、うん、オルテガ監督が、なんか理不尽なレッドカードを食らって、前半20何分で退席処分食らったゲームだったんですけど、で、カモメパークっていうね、あの、ただの金網デスマッチ試合会場だから、退席処分だけど他に行く場所ねえから、金網の裏にいるしかないっていう、そう、あの、ゴールキーパーの裏、つまりあの、要は、金網のゴール裏に、デンって座って、座ってた。いたいた。で、声出しちゃう。いたいた今のはいいぞみたいな単なるサッカー好きのおじさんみたいな感じの絵面で映ってた。そのね、移動していく監督の姿だけを抑えた絵があって、それを俺は僕ワンカメだったの、うん、あ、そのもう一人いないから、助手がいないから、1カメでそれをどう抑えるかって、試合を取りながらもボールがデッドするじゃないですか、うん、こうスローイングとか、その時に撮った、止まった瞬間にすぐオルテガさんにバーンと向けてピント合わせてギュイって寄って、ダイジェストの動画自体も自分が編集するってこと、うん、僕自身分かってるから、ね、分かってるから、後でこれを編集でどう使うかなんてことはもう置いといて、うん、今まさにリアルタイムでこれが起きたり起きてる、うん、予想してないわけじゃないですか、うんうん、だって監督が前半20分で退席になるなんて尋常じゃないから、うん、しかもあのぶっちゃけて言うけど何も悪いことしてないのに退席になってるから、うんうんうん、でこれを形にどう残すのがいいんだろうっていうことを瞬時に考えて、うんうん、だからつまりこれ、未熟と言ったらちょっと失礼な言い方とか上から目線っぽいからあれだけど、経験の浅い人間だったら追えないと思う。そう、体積になったら。だってさ、多分そこはもう参謀長はオルテガ監督が体積になった段階で、多分この辺行くだろうなぐらいまでもう予想してるわけでしょ。もうだって限られてるから、あのさ、限られてあのオルテガさんっていう人の、うん、あ、生き方やパーソナリティも理解してるからこそ、うん、もう予想絶対あそこに行くだろうなって。
って。もう予想してるわけです。だから、退席処分食らって、建物の中のね、その要するに、部屋、事務所みたいなところに行くと、ロッカールームに行くと思ってない人じゃねえんだよ。ないって分かってるからね。絶対に味方の選手の近くの金網越しに行くはずベンチではないけど、ね。もちろんその通り、そういう予想で。でもね、これが、まあ、とりあえず来たからね、今日の試合取材して、後でダイジェストエイドを取るんだからっていう人だ、それだけやればいいんだっていう感じだったら別にそんなのさ、うん、取らない。まあ確かに、ゴールシーンだけ抑えとかいい。これは試合のを取りながら、いかにこのオルテガ監督が、それでも何かを伝えようとしてるっていうね。これを誰かが取っとかなければ、記録。まあそうですよね。そんなことがあったよ、昔。例えば、2017年の愛媛の前車でね、オルテガ監督はね、退席処分食らったんだけど、山があるような愛媛県の前車会場だから結構自然豊かなとこだから、ピッチの外から出ろって言われたけど、トコトコトコって山の方に登って、山の斜面から、いいぞそのディフェンスって指示してたって伝説のその、僕ら、界隈ではもう最高だね、そのエピソードっていうのがあって。でもそれって、目撃した人が語り部として語ってくれたから、うん、あーって知ってるわけ。その現地にその時いない人間でもあるけど、俺は今、映像をレックボタンを押しながら、それを押さえてる。これを撮っとかないとダメだなと思ったから、もうこれは、結構スリリングなんですよ。だって、一回カメラをバーンって、金網の方に向けちゃったら、試合は、撮れなくなっちゃう。撮れないから、その時にゴール決まったら、うん、それこそ致命的でしょ。だからもう、常に、僕の取り手の緊張感が高まってきて、で、その時に思った。俺は今試されてる。俺のスキル。どんだけサッカーを、右目でピッチのサッカーを見ながら、オルテガさんの動きも見ながら、何が重要で何を捨てても大丈夫かを、試合の経過を見ながらずーっと抑えて。でもいろんな動きがあって、マッチコミッショナーとコーチがものすごい揉め事をしてるとか、あともう相手のベンチも、もうすごく苛立ってるとかってあって、うん、もう、抑えなきゃいけないものがいっぱいありすぎてね。で、その時に瞬時動けるかどうかっていうのは、要は、撮るだけじゃなくて、それをどう見せるかを最初から頭にこう、ずーっと描きながら、もうリアルタイムに起きてることをどう伝えるんだって試されてるなと思ってやったので、自分なりには、これはこのカットは絶対捨てたくないっていうシーンをいろいろ入れたの、うん、でそのバモたちが見た、バモも見たし、みんな見て、でその普通だったらカットしちゃう、あんまりよろしく、あんまり大手のメディアで絶対そういうの流さないようなスーンね、どっちかというと日本サッカーのなんていうかな、あんまり恥ずかしい部分みたいなものを、浅田坊長はカットしないで、監督が試合後に、いつもいじめられてるっていうセリフを僕は、取って。生かした。取って。普段使わない BGM なんですね。いや、あれ、エスペランス BGM でしょ。あれは僕の中の2021のエスペランサの、あれ前のさ、前もあれが流れてくるとね、俺ちょっと涙出そう。グッと、感動がさ、退席の瞬間はね、BGM 切るっていうね。あれは僕の中のその表現者としての、同じサッカーを伝えるでも、ただのエスペランサが何対何で勝ちましたってゲームは、それはやれるよ。でも、そんなの、やったところで、なんか価値がある。あれさ。俺やつね、津波さんが怒ってる時もそれやってんだ。BGM 一回切って、何やってんのお前みたいなこと言ってるところを。わかるそうそうそう。やっぱり BGM もエスペランサも用意されてるってことだもんね。うん、それをリアルタイムに置きながら、うん、その翌日、翌々日なんかもずっと僕の頭の中で動いてて、どう構成して、何をどう、だからさっきの黙食のとこもそうなんですよ。行ってみたらそうかっていうのを瞬時に判断して、どう取っといて、後でどう形にして、それをどうまた、その、表現して、ただアップロードしただけじゃなくて、こうやって今喋りで補足することで、補足することで、まだ見てなかった人が、それはそんなにあれなの？見る価値あるの？ってなってくれれば、それで、この僕の今言ってるような表現というか、僕はサッカーをそういう形で伝えたいよっていうことに、心が通じた人が、再生回数となって数字で現れれば、
それは結果良かったなっていうだけです。でももう僕の中ではそれができたってだけでも十分。だからそれをね。これが分かんない奴の方が逆に、俺とはサッカーの話したくないぐらいの、自分の中ではもうの、あんのよ、なんかそういうものが。俺は自信あるぞと。それが面白いところでもあるじゃないですか。そう。そこが面白さだから。面白いところなんだよ。そういう、なんだろう、その体積のところとか、うん、その、じゃあ金網の外で体積したくせに、その指示を出してるっていう、汚、いわゆる汚ねえみたいなところを、うん見たくないっていう人とはもうビタチャンネルはセンスが合わない。だってさ、よくいるんだけど、これアンチが、ずるいじゃないかって言うじゃん、よく、尺子状況。なんか最近そう、エスペランサアンチがちょこちょこいる。だって俺がさ、エスペランサの話するとさ、必ずYouTube のあの、低評価マーククリックされてるのよ。ああ。わ、あの、面白いよ、うん。必ずだなって、エスペランサのことを言うたびに低評価がつくんだけど、で、いていい。そういう人が、多分、もしもこれもね、この動画も聞いててもいいんだけど、でも俺は、いや、日本のサッカーで何が起きてるのかってことをちゃんと伝えるのが、少なくとも俺の役目だし、あの、つか誰もやんねえんだったら俺がやってやるよみたいな感じがあるから。で、しかも、あれは自分じゃなきゃ取れない取り方と出せない出し方をしてるわけで、これ他の人間が編集して出したら全然違うものになりますでしょ。違う。音楽だって違うものどうせ使うし。俺だったら違う。僕は一つ一つそうやって、まあ自分がやるんだったら、ちゃんとこだわる、うん。考える。何を伝えたくて今俺はここにいるんだろうか、みたいな。そう。それがね、こう取材するときの、一番多分ね、大事なところだと思いますよ。だからすごくなんかコンビニエントに流れ作業的に、はい、パンパンパンってやって、パンってやればいいっていうのは確かに楽だけど。楽だけど飽きちゃうよ、それってそう、作り手も飽きるだけだって、見てる側も飽きるし、何せ、成長しない。うん。つまりサッカー界ってそうやって衰退していくとも飽きられる完全に、うん、見ても見なくてももう同じそうですよ。だって別にヤフーニュースでさ3対2ってだけ数字見てらいいだけじゃん。そうそうそうなっちゃうからね。だからなるべく僕はっていう意味で、うん、でも一緒に僕ともしも一緒にやる人がこれからも少しずつ増えたりするんだったら、うん、やっぱそこは勇気を持って自分が今そう感じたんだったら勇気を持ってカメラをパンしてみればっていつも思うよ。いいじゃんか、ちょっとした。そう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 。だからよくね、この間も鈴鹿とか行ったじゃないですか、僕が。その時に一緒に、本当は、あのそれはもう一人の人がね、うん、まだ、あの、まだデビュー間もないが、うん、まあビビるわけ。うん、なんか、取り逃しちゃいけないから、こうコーナーキックとか、ペナルティーエリアのシーンになると、うん、本当は寄った方がいいんだけど、怖い、うんそれで寄りすぎちゃって、うん、取り逃しちゃったらどうしようみたいな、うん、あるじゃん。だからついついね、臆病だから、お気に入っちゃうでしょ。引きの絵ばっかりになっちゃって。うん、で、僕が横にいて、いや、そこは勇気っつって、もう予測、うん。もうコーナーキックで、あのセンターバックがあのコーナーのカードにいるってことは、あそこをめがけて寄る準備しといた方がいいよっつって。でも、もしも寄った時に、全然違うところにボール行っちゃって、うん、取り逃したらどうしようって不安に。不安だって言うから、その時はそれでいいよと。うん、なんでかって、やってみないと分かんねえだろうっつって。でもこれは、あの、こんなこ、その人に俺が言ったのは、でもね、これね、もしも違うメディア、違う、もしも、地上波のサッカー番組を中継するディレクター、うん、全く違うんだったら、今、参謀長が言った発言は、完全に NG ワードばっかり。バカ野郎、引きに決まってんだろうって言われるよと。だから、これはビターだから言ってるって、うん、ビターは違うんだってことを示してくれるの。だからそれはあなたが感じる感性で撮りたいものを撮らなければあなたがここに来た意味もないって言い方をした時にその人は後半の途中から勇気を持って寄るようになって、よかったなって。だから、その情報がさ、分かってるだけでさ、その鈴鹿とのその試合の試合映像も見方が変わっちゃいますよね。そうだね。うん。我々奇跡的にそういう大事なシーンを取り逃してる回数の方が実は少ない。まあ、そうね。まあ、偶然な。偶然だよ。偶然。だけど、ミスだってあるよ。あるよ。あるある。実際さ、カメラパン振りすぎた。ほら、うん、多分、バモもさ、カメラやるから分かるけどさ、右サイドをえぐりました、深く。うんうん、あとはセンタリングっていうか、クロスをペナルティに蹴るだけだから、予測してカメラを左にパーンって振るじゃん。と、ファーに絶対蹴ると思って、パーンって振ったら、ニアで合わせるに、明らかにもうフレームからボールも、
シュートするやつも消えてるってことはあるけど、でも、それは、ミスではなくて、勇気を持ってやってみたら、うん、だって俺もボンズの中継とかってあるもん、ね。ピッチの選手の方が、上手だった。うん、つまり、騙された。相手のディフェンダーと同じ気持ち。やられた。やられた。上げてくるかなと思ってやりしてたら、ショートかいとか俺言ってますけど、絶対ファーに蹴ってくるよ、このやり方はって言って、だから、この前半でも4本目の同じえぐり方のシーンだから、もう今回も絶対ファーだから、あの、ファーサイドのヘディングを狙えっつってガーって寄ったのに、その時だけニアで、ちょこんと合わせてゴール決まった時の、敗北か。やられたんだよ、ね。そう、ゴールキック長いの来るから、もう、まだ寄っといていいよ、つって言って、短いのの時で終わっちゃう時でもね、何もとねえし、これは思ったの。これは失敗じゃない。これがサッカーだそう、これがサッカー。サッカーってだから面白いんだよ。だからその、瞬間瞬間に判断して、見てるものを、しなくちゃいけない。いや、そう来たの、うん、いや、まさかあの選手、そこでノールックパスしてくんの、うん、みたいなのを、撮ってる人間も感じながら、これは見てる人も同じ気持ちで、なるべく臨場感があるじゃないですか。カメラ振りすぎたんだって、そういうことを感じてほしいとか。つまり、ミスに一回見えることが、実はそれが作品なんだよ。だから、つまりアクシデントっていうのは、実はな、すべてそれは、取り手とか伝え手によっては、偶然の発見かもしれないけど、それが新しい価値を生み出すんだって。そうそうそう。っていうか、なんか、ある種生き物を撮ってんだもん。そうだよ。生物を撮ってんだから、そうそうそう、何が起こるかなんて。そう、ハプニング映像撮ってるみたいなもんだから。わかる。そうそうそう。だってずっと、だって言ってしまえばずっと定点でライオン撮ってるようなもんじゃん。うん、そうそうそう。いつそこで、なんか取り付いてくるかわかんないし、肉食い出すかなんてわかんないじゃん。そう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 。だからね、これ、いろんなカテゴリー、JFL に行ったり、いろいろ行くじゃないですか。で、僕もだから、まあ僕が行く場合っていうけど、このゲームは何がポイントなんだろうなっていう、いつもいつもテーマを探すんですよ。人物なのか、ゲーム内容なのか、あとサッカーのスタイルなのかとか。でも、同じものがやっぱ一個もないですね。行ってみたら、やっぱこのゲームにしかない、取るべきものってあったなとか。あと、正解もないしね。そうなの。だからいい。正解はないね。ないんだよ。で、つまり、正解は何かといえば、今日撮ったものが正解なんですよ。そうね。その映像の中ではね。僕は、ティアマ平方の小川監督に初めてようやくインタビュー。ああ、この間ね、うん。で、僕は、ラーテルさんが取材したりさ、うん、他の人がチケツとかで撮ってる、うん、そうですね。映像を編集するところの動画としては全部見てるよ。うん、でも、やはりその、Q&A というか監督としての、こう、うん、受け答えを聞く限り、あ、まあ大体小川監督ってこういう人かな、みたいなのあるじゃん。うん、でも、いざ僕が行った時に、うん、せっかく俺が来たんだから、うん、今までに出してない小川監督の話を絶対なんか出してあげたいなって、うん、僕としてのチャレンジあって、うん、いや、見事に、あ、いい話聞けたわ、つって、うん、こう、ちょっとこう、はにかんだ笑いながらね、こう、インタビューしてくれた時に、うん、いや、これ今、去年までの映像にこういう表情も、うん、喋る内容もなかったなって時に、あ、これが多分今日の自分が来た。まあだからそれも試合と一緒ですよね。だからその相手人間だから、そのどういう反応するのかっていうことも、やっぱこっちがどういう球投げるかによって変わってくるわけだから。だからもう別に、うん、カテゴリーがどうとか、うん、試合会場っていうかその、のっぱらだろうが、立派なサッカー専用スタジアムだろうが、もうシチュエーションは何だってもほとんど同じになってきました。うんうんうん、はい。だから、いいスタジアムに来たから、いい絵を撮りたい。そうなの。それももう全然なくなった、僕は。それね。金網で結構みたいな。それがね、ほんとそうなんだよ。だから金網デスマッチになった時に、大体皆さん頭抱えるでしょ。だって邪魔なんだもん、金網が。見づらいからね。でも、いいっすよって俺は。って、金網越しでも絶対伝えられるっていう、その、なんていうんですか、俺はやってやるんだみたいなのさ、案の定、自分が思ってた以上のものが取れて、だから、もう、なんつったんですかね、公園の話っていうか、もうどこだっていいや、みたいな、うん。ピッチがあって、ボールが1個あって、ユニフォームを着た人間たちが11対11で、うん、その場はもう同じだから。そうなんですよ。もう、あとはこっちの、そう。取り手聞きたい、知りたい、伝えたいっていう側の好奇心と探求力と勇気。そうそうそう無難に行くんだったらこうしとく。でも今日はなんか一個ちょっとチャレンジしたいみたいなのあるじゃないですか。そうそうそう。そういうのがやってけば、
表現の幅っていうか伝え方はもっと無限大だ。だからね、なんかね、多分ね、今年ね、まだまだリーグ戦残ってるじゃないですか、どのリーグも。で、これからも、ビターチャンネルの人たちはみんな、いろんな試合会場に取材しに行くけど、うん、絶対、発明する、何かを発明する人が、多分、これからも出てくると思うんですよね。そう、だから僕は本当にね、守りに入んないでほしいんですよ、みんな。うん、そのみんなとの一緒にやる人たち、うん。ね、やっぱり、ミスってもいいから、うん、チャレンジした上で、取れなかったとか、うん、無難なものを取るのは確かに60点かもしれない。うん、でも、いいっすって、うん。30点になってもいいから100点狙いましょうよっていう。うん、でそれが何につながるかっていうと、それが新しい価値の提供だし、そうなんです、今まで気づかないで見過ごしてた人が、はっと、うん、目や耳を、はって止めるきっかけになるんだと。うん、せいぜいやれるのはその程度だと、うん。僕らがやれることなんて。でも、それはすごい価値のあることで。だから、例えばクラブの広報の人が写真撮ったりなんかやるじゃない。うん、でもやっぱ限界があるじゃないですか、うんうん。やっぱその角度から伝えられないし。そうなんですね。公式としてはできることの限界っていうのが必ずあって。そう。それだけを専門でやってるプロではないしね。で、それをずっとどのチームも全部似たようなことやってるから、うん、もう、フォーマットが定型化しちゃってて、そうですね。そういうもんでしょっていう刷り込みにもなっちゃって。そうなんだよ。なんかみんな似たようなことをしだしちゃうから。冒険できなくなる、うん。で、それが正解みたくなってきちゃうから。そう、そうすると無難ってやつ。うんうん、そう誰からも怒られない。怒られない。いや、それは楽しいの。そう。っていうなると。そう。見てる人もってやつ。そう。別にそれじゃない。毒にもなんないんだけど、薬にもなんないってことになっちゃうから、ね。だから僕は、まあ、これコロナ禍になる前までだけど、うん、まあ、最初のうちはちょっとなんか怒られるっていうか注意されることもあったんだけど、うん、入場するじゃないですか、選手が、うん。俺、あえて背中から全部追いかけるみたいなことだったんですが、うん、特に松江のチャンピオンズリーグとか、うん、グランドレベルだったら、うん、もう審判が待ってて、全員整理するときあるじゃない。うんうん、まだピッチに出る前の。ああ、その映像あるね。あそこの段階から俺後ろからついてくるみたいなさ。だから、例えば、カリアの背番号9、うん、中野雄太みたいな背中をアップで撮って、うん、じゃあ、選手入りますっていう声とともに、ズンズンズンって俺も一緒に歩いてって、そう、暗いその建物の中から、ちょっと外に出て、アーティストからピッチの明るいさ、日差しがドーンと出てくるときに、その背番号9に光がバーンと当たるのを、なるべく寄りで撮って、うん、入った瞬間にカミロをブワーンって引いて整列を取るみたいな。よくやってたんだけど、でもね、僕がそんなことやったら、最初そんなことやるやついないから、うん、そういう取り方しないでくれとか言われたんだけど、いや、これが NG 行為だったらもちろんやめるけど、どこにも書いてないですよね。うん、一応、その更新カメラは全部その、ピッチレベルで撮ると OK 出てるから、それを撮らせてくれって言って、その時は松江の人がね、すごくみんな優しい人だったから、うん、もうどうぞどうぞ、なんでかと取材してるの俺しかいなかったから、どうぞどうぞみたいな感じだった。だけど俺、それ撮った時に、あ、僕も長年サッカー見てたけど、こんな絵見たことねえね、うん。たかだか5部リーグのあれですよ、4部に上がれるかどうかを決めるようなたった試合だけど、僕にとっては、UEFA チャンピオンズリーグの決勝と同じぐらいの家だわ、これ。そう、だから、それも発明じゃないですか。こいつらの人生を、新しい発明して。かけてなんかやるには、いい絵取れたなぁ、なんつってね。だから、それをこう、虎視眈々とこう狙ってるみたいな、こう、アンテナをいっぱい立てながら、あれあれっていう。で、たまたまなんですよ、そんなのも。そうです。建物の構造上ね、そういうふうに。俺も居場所がないから。そうなったっていうことでしょ。反対側で待ってたら、公式カメラマンがいっぱいいてて、邪魔だから三脚立ったら、居場所ねえなと思って、じゃあ一番後ろに選手が入場してから一緒に入っていけばいいかなと思った時に、つい魔が差して回しちゃったんだよね。そしたらいい感じだと。すげえいい家みたいな。やっぱり、その、サッカーと一緒ですね。そうなの、うん、そうなの。だから、これだから、デロンギもしっかり同じ。うんうん、その何が世の中に流通していくかって時に、物は同じ、ゲームは同じ、カリア対平方は誰が見たって同じゲーム、うん、でも伝え方一つで、こそういうサッカーだったの、そうなんです、そういう試合だったの、そういう商品なの、うん、そんなに価値のある年代物なのっていうのは、見せ方、表現者の工夫でもう0とか100ぐらい違う。そう。これは道具や家業をやってるダーティさんが最近得してる感覚じゃん。そうそうそう
そう。だから、これをぜひ、あの、ビターの方でもね、バンバンやって。そうですね。一日10作品ぐらい。そうそう。バモもね、こう、ついでに、あの、せっかくバモがあるから、バモもさ、あの、ボンズの中継をさ、まあ、去年もやってんだけど、今年もやって、いよいよね、この7月ぐらいからは、もうメインディレクターさん。そう。参謀長じゃないって。もう任したっつって。そうなっていくんだ。そうなるとね、ここですよ。表現者。また違うからね。そこは。今ここだよと。配信することにいっぱいいっぱいだけじゃなくて、それはきっちりやれれば60点は取れる。見せ方に関わってくる。問題はどう伝えるのって、この、ね。で、これは、バムにとってはチャレンジで、で、僕も一緒にいるけど、あの、いつも言うんだけど、失敗してもいいよと。ミスは誰だって好きなの。ただ、その気持ち、あの、生配信には載ってないけどね、あの、AV の監督みたいに、なんかさ、その、あ、そういうふうに、あの、そこを担当してくれって言われたから、うん、自分は、その、領域内で無難にやりましたっていうのは、うん、最初のうちはいいですよ、慣れるまで。でも、問題はその先、うん、そこに、バモの意思を込めて、俺は何を撮りたくて、何を伝えたくて、J1 でも J2 でもないけど、サッカーを今伝えようとしてるわけじゃん。生中継だから。楽しみにしてるよ、バモちゃん。怖え顔してんないよ。楽しみにしてるよ。でもね、バモ面白いのよ。あ、あの、ボンズの場合ね、ボンズの選手。今、沼くん寄ってください。沼くん寄ってくださいとかよく言ったけど、その時に限って、沼選手がゴール決めたり、もうドンピシャで、ハマる時があったり、その、なぜかカメラ目線で、こう、手振るとかっていうのは、これ、凡庸なカメラマンやディレクターだったら、もっと引きの絵撮っちゃうから、あれは勇気を持って、今、沼にって言った瞬間に、本当に沼がゴール決めるみたいなのは、あの、偶然だけど、撮れ高あるから、僕はそういうことだと思う。今年一番いい絵撮れたのは、多分今のところ、野賀ちゃんの、あれだね。スーパーボレーだね。あれは、あれも偶然だった。あれも偶然。あれも聞いた最初の試合。一番最初の時だよね。あれだから、寄った時にちょうど打ったから、超かっこよく映ってんだよ、あれ。でもね、別に、マモはさ、将来さ、あの、テレビマンになろうと、思ってねえし、何もないんだけど、でも、どうせその場所にいて同じ時間空間過ごしてる時に、やっぱり、前日までは感じたことない、いや、結構、やったらやったで面白かったなって瞬間がさ、90分の中で、1回、2回ぐらいあればいいじゃないですか。そんな劇的なことなんかサッカーをしてそうないけど。確かに。今日来てよかった、やってよかった。それはなんかこう、後で友達となんか喋る時の話のネタになったり、でもいいわけだから。でも、つまりこれを最初からね、いや、無難にやろうぜと。もう何もしなくていいよと。ずっと弾いときゃいいよって。もし僕がバモに言ってたら、そんなチャレンジしなかったわけだから、要は、それが終わった後の翌日にね、まあ、なんとなく、マットリーグの機材持ってきてやったけど、まあ、特に、語ることもないし、思い出もありませんみたいな一日になっちゃいがちだから、なるべくチャレンジ。まあそうなんだよ。だからそこなんですよ。それをやらないと続かないし。そこなの、ちょっと話変えますけど、どうぞ。